エレノア・アロザリン・スミス・カーターは、アメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターの妻、アメリカ合衆国のファーストレディ、身長5フィート5インチ。17歳頃に撮影された写真夫の大統領就任当日に、娘のエイミーと、アメリカ精神衛生調査委員会の公聴会の議長を務める。当小平夫人のタクリンと並んで歩く。 1927年8月18日午前7時に、ジョージア州プレーンズで、自動車整備工及び農家を営むエドガー・スミスと、婦人服の仕立て屋であるフランシス・アレッサ、アリー・マレーの間の4人の子供の一番目として、誕生した。13歳の時に、父親が白血病で死去し、彼女は兄弟を育てるために、母親の要塞を手伝った。 プレーンズ高校を卒業生総代として卒業し、ジョージアサウスウェスタン大学に入学した。ジミー・カーターとロザリンは以前に知り合っていたが、カーターがアナポリスの海軍兵学校在学時の1945年に交際を始めた。二人は1946年7月7日にプレーンズで結婚した。彼らは四人の子供を設けた。ジョン・ウィリアム、ジャック・ジェームズ・アール3世。 チップ、ジェフリードネル及び、エーミーリーン、ジョン、ジェームズ、ジェフリーの3人はカーターが軍務で転属を繰り返したため、ジョージアから離れた各地で生まれた。1953年に、カーターが海軍を退役した後、彼女は、家業のピーナッツ栽培と倉庫業を手伝い、1962年に、カーターが、ジョージア衆議会議員に選出されると、 正解で活発に夫を助けた。カーターがジョージア州知事に就任すると、ロザリンはファーストレディとして精神疾患、情緒障害者へのサービスを改善する、要知事配下の委員会メンバーに任命された。委員会は多数の改善点を知事に示し、その多くが承認され法制化された。さらにロザリンはアトランタにある、 ジョージア地域病院でのボランティアに5年間従事し、また知的障害児のためのジョージア州、スペシャルオリンピックスの名誉議長も務めた。1975年1月に知事の任期が終了するとカーターは、妻子と共にプレーンズに戻った。彼は、大統領選挙出馬の計画を、すでに発表しており、ロザリンは再び選挙戦の遊説に戻り、 夫の代わりに41州で単独遊説を行った。ロザリンは全米各地を演説に回っていた数ヶ月の間にも表彰を受けた。メンタルヘルス国立協会の役員に選出。男女平等憲法修正案に対する彼女の活発な支援 a に対して全米女性機構より表彰。また、ボランティアサービス男性協会からボランティアオブザイヤー賞を表彰。 1977年1月20日に大統領就任式でカーター夫妻は手に手を取ってペンシルベニア通りを歩いた。見せびらかすことなく彼女はピクニックランチを用意し式には6年来の服を着ていた。ロザリン・カーターは南部人の愛らしさと粘り強い働きからホワイトハウスの記者団から鋼の木蓮とあだなされた。 彼女が夫の最も親しいアドバイザーかつ副心だったことは公然の事実であり彼女は多くの閣僚会議に参加した実際に彼女はホワイトハウスの自らのオフィスに書類カバンを持ち込んだ最初のファーストレディであったホワイトハウスで暮らした期間に彼女は多くの組織から称えられ多くの賞を受賞した彼女はメンタルヘルス大統領委員会の名誉議長職を 務め、メンタルヘルスシステム法の成立に貢献した。さらに、国立メンタルヘルス協会によって、ボランティア・オブ・ザ・ディケードと表彰された。1980年、アメリカ合衆国大統領選挙では彼女は再び、夫の代理として、活発に遊説した。選挙対策事務所長は選挙の前の週末に、夫妻に最新の世論調査の結果が激戦であり、 ロナルド・レーガン陣営が優勢であると伝えて敗北の見込みを示した。彼女は雲にして鏡込んだ。プレーエムズへ戻ってからロザリンはアメリカ心理学会の会長による表彰南部バプテスト連盟のキリスト教生命委員会からキリスト教社会倫理のリーダーシップにおける奉仕に対する特別賞を受け取った。1983年8月、ガネット社の重役に選任され、 1984年4月には、ハビダットフォーヒューマニティ団体のアドバイザー委員会のメンバーに就任する。彼女の自助伝、ファーストレディフロムプレインズは1984年5月に出版された。その同じ月、アメリカ精神医学会の名誉会員となる。さらに国立メンタルヘルス協会の名誉委員でもある。2001年に彼女は、全米女性の名誉の伝道に加わった。 現在はグローバルな人権活動家であり、カーターセンターの副会長である。1970年の州知事夫人時代に抜死であるエイミーのナニーに正当防衛を訴えた者の,の殺人罪で終身刑を受けたが、模範囚として構成プログラムを受けていたメアリー・プリンスを選んだ。メアリー・プリンスは、ジミー・カーターの大統領就任に伴い、ホワイトハウスに カーター家と共に引っ越すこととなったが、このことは大きな議論を呼び、テレビ番組、サタデーナイトライブに悪意を持って、パロディーにもされたが、カーター夫妻で特にロザリンはプリンスが黒人であるが、ゆえに、まともな捜査も裁判も受けられなかったがゆえに、このような重刑を課せられたと固く信じ、プリンスを中傷から守った。カーター家とプリンスの関係は、エイミーの成長後も続き、 エイミーらの子供の世話もしているという。ザ・ハイト・ディファレンセズ・ビト・ウィー・ン・オール・ザ・ US ・プレジデンツ・アンド・ファースト・レディス・ビジネス・インサイダー・使用人が見たホワイトハウス・ケイト・アンダーセン・ブラウアー・チョコー文社2016年、P282 から289ジミー・カーター・アンド・ミズ・リリアン、エイミー・アンド・メアリー・プリンス・ケン・ホーキンス・ピクチャーズ。ありがとうございます。